火災年数とは、枯渇性資源の残余量を時間で表したものである。火災年数は、あらゆる天然資源で計算可能であるが、化石燃料、特に石油と天然ガスで計算されることが多い。分子は埋蔵量の R であり、ある地域における火災埋蔵量すなわち経済的に掘り出すことが可能な資源の量である。分母は1年間の生産量の P である。 火災年数イコール火災埋蔵量、年間生産量火災年数は企業や政府機関が将来的な資源利用可能性を予測し、プロジェクトの寿命、収益予測、雇用等を判断し、資源を継続的に供給するためにさらなる資源探査が必要であるかどうかを決定するための判断材料として使われる。資源の年間生産量は、 通常非常に正確な数字が計算できる。しかし、埋蔵量予測の正確性については、必要な情報が得られるかどうかや、埋蔵量を評価するための方法によって、ばらつきがある。火災年数の単純な解釈によって、石油がもうすぐなくなるといったような、誤った予測が、石油産業初期の1八百年代から多くなされてきた。特に、アメリカが死州国では、 1920年から火災年数が8年から17年の間で推移していたため、そのような誤った予測が多くなされた。多くの人はこの計算結果を石油の供給がなくなるまでの年数であると誤って解釈をした。そのような解析は将来における埋蔵量の増加を考慮に入れていない。減水曲線解析ソフトによって作成された。 石油とガスの将来予測のための減水曲線。赤はガス、緑は石油の減水曲線。縦軸は減水速度で売り上げがゼロの月はゼロとなっている。1980年から2011年までの原油の火災年数の変化1980年から2011年までの天然ガスの火災年数の変化火災年数は石油とガスの産業で使われる指標の中でも 最も多く引用されている重要な指標である。企業にとっては10年間は企業価値をある程度一定に保ちたいと考えるのであれば経営戦略的に重要な意味を持つ。火災年数があまりにも短い時にはその資源に頼っている企業は存続が危ぶまれる。国や地域にとって資源の火災年数があまりにも短い時には その資源に頼りすぎるのが危険であることの警告となる。世界的には石油の火災年数は北海の8年から中東の80年まではらついている。前者は生産量が急激に減少している典型的な地域であり、後者は当面の間は石油を生産し続ける地域である。火災年数は一般の人たちに誤解されやすい数字である。 ある地域の火災年数が40年であるからといって、その地域で40年間生産を続け、突然資源がなくなって、生産量がゼロとなるこというようなことにはならない。一般的には、資源の生産量は増加を続け、最大生産量に到達してから一定の生産量を保ち、それから生産量が減少する段階に入る。理論的には、 ロジスティック関数の微分であるハバートモデルによってより正確に表現される。火災年数は年間生産量に反比例し、年間生産量は地質条件に依存する。例えば、亀裂が多くて、透水性が高い水をし型の油田は、年間生産量が多くなるため、火災年数が6年程度しかないかもしれない。その逆に、透水性が低い油田では、 火災年数は50年から100年にもなる。政府の政策によって生産量を制限して火災年数を増やし資源の寿命を伸ばすこともある。一方で企業が輸送に水やガスを注入することで生産量を増やし火災年数を減らすこともある。すなわち生産量を増やすことは油田の寿命を短くすることになる。火災年数は 資源開発の段階に大きく依存する。通常は開発初期には火災年数は長く最大生産量に達するまでの間火災年数は急激に減少する。生産量が減少すると火災年数はしばらくの間減少し続けるか一定になり生産量が低下すると火災年数が増加することもある。新しい発見や技術の変化 経済の変化によって火災年数は短い間に大きく変化することがある。また、評価を誤ることにより不正確かつ誤解を生む結果をもたらすこともある。埋蔵量の予測は楽観的であるか悲観的であるかによっても影響を受ける。また、埋蔵量は経済的に現在の条件で掘り出すことのできる資源である。埋蔵量は政策の変化や 計算のごまかしによっても変化する。資源消費量は一定ではなく、多くの場合は人口増加や経済的に豊かになることで増加する。火災年数の計算における分子と分母がいずれも一定ではないということは、資源の残余年数を過大評価あるいは過小評価していることを意味している。アメリカ合衆国の石油火災年数、アメリカ合衆国の完成天然ガス、 火災年数か災年数は国別あるいは世界全体で特定の資源に対して計算される。石油、石炭、天然ガスは現代の世界において最も重要なエネルギー資源である。これらの資源は地球上で均一に分布していないため国によって埋蔵量が違う。資源が埋蔵されている場所の数は不確実であり火災年数の予測には大きな幅がある。 以下の表は BEP 統計による2015年の値である。ありがとうございます。